こんにちは、かくすけです。ブロックフット続きをやっていきます。前回ね、この緑あふれるフットを成長させました。で、ひとまずクリアしたので次に進みます。はい、チャプターコンプリート、いきましょう。チャプター4クリア。あ、今からチャプター5か。もう最後だね。動物は二酸化炭素を毒とは思わない。植物、殻を作る生物、サンゴはそれ。住居なんちゃらかんちゃら。またお会いしましたね。ちょっと年を取りましたけど、その分賢くなったと思いたいですね。もう白髪にしてなってますね。確実に年は取ったね。パーカーもか。しまった。少なくともこの場所ほど見栄え悪くはないよな。資源パネルを開いてください。戻ってきたんだね。ほとんど全てが崩壊している。さあ、大量の廃棄物だ。昔よりも匂いがきつくなったな。空気に奇妙な何かが混ざってるぞ。雨、普通の雨だね。一部の資源はマイナスのイベントの引き金になります。放っておけばそのうち消えると思うけど、終了条件を満たせば早期解決も可能ですよ。これらの廃棄物をうまく利用できないものか。有機性廃棄物を処理するには、嫌気性消化装置が有効です。生産リストから探してください。時間飛ばすアイコンが出てる。これですね。嫌気性消化装置は成分解性廃棄物をバイオガスと肥料に分解することができます。はい、これ立てればいいんだね。有機性廃棄物を減らして腐敗したゴミイベントを早期解決しましょう。イベント、腐敗したゴミね。これね、新鮮な空気を5個奪いますと、病気がアップしますと。ここに置けばいいかな。していくんだけども、どこに建てよう。2階部分に建てていいのかな。腐敗したゴミを終了は90未満の有機性廃棄物。有機性廃棄物は今だんだん減ってるところではあるけど、もうちょっと増やした方がいいのかな。これ、こうしよう。これでいいかな。どうなんだろう、どれくらい、ちょっと見てみようかな。はい、20秒に1回。やっていくんだね。もうちょっと追加しようか。違う、ちょっと方向がダメですね。これこうして、で 1.20、 あと1個追加して、しばらく様子見にしようかな。有機性廃棄物が90未満になればいいんだね。でももう終了しそうじゃないか。勝手にもう一個増やそう。いつでもすぐに消すことはできるからね。よし、こんなもんだ。水必要なのかこれ。しまった、一個消そう。これでいいかな。これでもうすぐ90ミリになる。だいぶ良くなった。匂いがなくなってきたぞ。そうですね。でもまだまだ他の悪いものが残ってますよ。森にとどまっていればよかったんじゃないか。しかし森の要素をこっちに持ち込むっていうのも手じゃないか。そうだな。それはいい考えだ。10本の木を植えるか回復してください。
ああ、回復ね。とりあえず回復しようか。これを、どんぐりが足りない。どんぐりが足りないか。じゃあ、カシの木を1個植えるのは植えよう。石油施設は消そう。うん。で、どんぐりを植えよう。カシの木。はい。1個植えて、お、有機性廃棄物もうなくなるね。じゃあ、この辺もちょっと1個ほど消して。うん。で、どんぐりは、どんぐりは地道に生み出してる感じだね、きっと。1、植えた方が早いね。廊下とか今はいらないでしょ。はい、多分これバンバンね消しちゃっていいと思うんだけど、なんとなくこれを再生していきたいような気分もあるんだよな。新鮮な空気が減ってる。やっぱガンガン消しちゃった方がいいのかな。消すのにお金とかあんまりいらないっぽいからね。新鮮な空気が減っていってるね。この辺は消していいでしょ。よし。で、木を植えると。どんぐり。新鮮な空気を生むブナの木を、ポプラの木。よし、これでいいでしょう。で、あとは回復したい。回復したい。はい。回復してあげて。新鮮な空気はまだ減ってるんだね。どんぐりが足りない。じゃあ、あ、やばい。あ、電気が足りないね。まあもうこれはいらないんじゃないかな。うん、有機性廃棄物はガンガン減らしてるから。うん、あなたはありがとうございましたね。で、木を植えよう。カシの木。電力が足りないんだね。よし、これで、あ、壊れちゃった。まあでももういらないね。うん、有機性廃棄物増えてないからね。もうしまくっていいのかな。多分消せない。あ、しまった。うん、断然こっちの方が住みやすいよな。住むといえば崩壊したアパートメントたちもなんとかしなくては。一度すべてを壊してまた作るとなると時間がかかるな。あ、しまった。火の時のように回復できないかな。崩壊してしまった建物ブロックも資源の組み合わせで回復することができます。ハイライトされたアパートメントを見るモードで見てみましょう。はい。ん？どれ？これ。廃墟となったアパートメント。あ、最初に建てたやつですね。情報パネルに回復の条件が記載されているのがわかるでしょうか。知識、コミュニティ、そして労働力を活用して回復できます。回復アイコンをクリックしてください。はい。思ったよりも簡単だったな。でも忘れちゃいけませんよ。回復したからってまた崩壊しないという保証はありませんよ。おっと、そうだった。電気が足りない。回復されたばっかりのブロックは再び崩壊する危険があります。すべての必要インプットが提供されていることを確認してください。小さなアパートメントを機能するために必要なインプットを提供できるブロックを作るか回復してください。回復しようかじゃん。うん。これで電気がちょっと足りない。
回復しようかな。ソーラーパネル他にないっけ。これとかソーラーパネルだよね。うん。電気傾向、この場所でソーラー意味あるのかわかんないけど、うん。あとはこれも、あ、これ足りない。じゃあ作るか。ソーラーパネルを作ります。うん、これで電気傾向は上がりましたね。あと新鮮な空気が減ってるから、これは木を植えるしかないよね。ちょっとこの辺回復できないかな。はい、回復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 と。スプリンクラー、あ、ガーデンか。水が足りないから、一箇所土を壊して池を作ろう。うん、これで、電気と新鮮な空気が上がる。うん、電気傾向、うん、待ってればいいのかな、これは。微妙なところ、あ、オッケー。あ、なんか壊れた音が聞こえたよ、今。大丈夫？さて、これで他のアパートメントも回復できるかな。回復するためのコミュニティがもっと必要だ。キオスクと理髪店はコミュニティを育むのに便利です。インフラを保全するためのお金も同時に確保することができます。いいね。キオスクと理髪店を作ってください。キオスクと理髪店か。あ、ちょっと壊れたよ、今。何が壊れて、あ、これか。ちょっと待ってよ、ちょっと待って。ちょっとストップ。これが壊れかけ。あ、有機性廃棄物が必要なんだ。有機性廃棄物を生み出すにはアパートメントとかが必要なんだね。うん、じゃあちょっと、でもコミュニティが必要。おやおや、ちょっと待って。理髪店を、キオスクをまず建てるでしょ。いい感じですね。これで住民が集まれる憩いの場が提供できるし、必要経費を支払うことができる。その他の公共スペースブロックもコミュニティを作り出すことができますよ。いろいろ試してみてくださいね。次は知識だ。知識は図書館でも生産できます。もし若者資源が存在すれば、学校も大量の知識を生産します。知識の生産をしてください。あ、一応増えてるんだね。知識傾向が足りないと。どこに何も知識の生産か。あ、キオスクでも知識生産できるんだ。いいね。学校、オフィス、図書館。図書館を植えたいね。植えたじゃない、置きたいね。おい、図書館。ここにしよう。うん、これで OK かな。いい感じです。これで残りの崩壊箇所を回復されるための基本的な方法が分かったはずです。その他役に何か役立つ情報はないのか。ここで学んだことはビジネスやインフラの設備にも適用できるはずです。すでに回復しているブロックたちでとりあえずの待ち機能が出来上がったはずです。その間に他の部分も回復、どんどん回復していきましょう。知識はオフィスやフォグコレクターを動かし、お金や水を追加で獲得するチャンスが生まれます。オフィスとフォグコレクターを何個か作ってください。フォグコレクターってなんだ。まずはオフィス、オフィス、オフィスあった。うん、ローストコーヒーが欲しいね。どうしよっかな。
どこに置こう。あ、この2階部分に、オフィスを。こんなところで働くの嫌だろうな。はい、オフィスを作って、フォグコレクターってなんだ？フォグコレクター。フォグコレクター。あったあった。大きな垂直のキャンパスを使用して空気中の霧を水滴に凝縮させます。いいね、フォグコレクター。壊れたな、ここのが。フォグコレクターを入れる。ナイスアイデア。これでお金の心配が少なくなりましたね。この緑の網みたいなのが空気中の水をキャッチするのか？まるで水の木って感じだな。労働力が少なくなっていますが、いくつかのアパートメントを回復していけば、この問題は解決するはずです。でも内側の回復が難しいですね。小さなアパートメントを4と回復してください。小さな、もう壊れてないこのアパートメント。コミュニティが減ってる。コミュニティをアウトプットするのが、学校、理髪店建ててないよね。理髪店を建てよう。労働力が足りないアパートメントを回復。アパートメントを回復したいけど、コミュニティとかが足りない。あ、コミュニティ00だ。ちょっと待てよ。どこか上の方は一旦壊そうか。邪魔だから消せない。消せないか。じゃあ、キオスク建てよう。キオスク、キオスク、あれ、キオスクどこだった？あの丸っこいやつ、あ、これだ。これを立てて、コミュニティを増やして、もう一個いっとくか。キオスクはお金、コミュニティ、知識を増やす。で、これこれが労働力が減ってるんだよね。回復の前に立てるか。立てた方がいいね。労働力を減るために。てか、エレベーターは壊れてるじゃん。じゃあ、意味ないんじゃん。じゃあ、これ、キオスク壊れてるんだ。労働力を生み出すやつを立てる。アパートメント、クリニック。小さなアパートメントを建てる。ちょっと待てよ。壊れてる。こんなゆっくりしちゃダメなのか。キオスク閉店してるからな。でも一応全部プラスになってるから、ひとまずは時間かけて大丈夫かな。5200だって。アートメントは十分すぎるあるけど、すぎるほどあるけど、これは減ってはないね。オッケー。生み出されてる。どうしようかな。スプリンクラーね。今はちょっと上昇傾向にあるから、とりあえず安心でしょ。これビール工場だったね、そういえばね。
あ、廊下も壊れたりするんだ。ちょっと待って、待って。これは復活させないと。お、人が入ってきた。いいぞ。労働力は一応上がってるから回復できるはずなんだけど、お、赤文字だな。ちょっと減ってるのかな。労働力ちょっと減ったぞ。労働力をもう一個生み出させないとダメだね。廊下は別に壊れてても一応動けるみたいですね。はい、アパートメントで、うん、労働力を生み出す。で、アパートメントを地道に復活させていけばいいのかな。あ、でも廊下インプットお金必要なんだ。そんなに復活させる必要ないかもしれない。よし、アパートをどんどん復活させて。電気が足りなくなったね、ちょっと。お金は今のところあるから。電気か。うん、風車。あ、風車ダメ。お金、電気を生み出す風車を作り直そうか。作るのに必要なものっていうのがないから、全部消して作り直した方が早い気がするんだけど。とにかくね、こうやっていい感じにね、ちょっとずつ成長させた方がゲーム的に楽しそうだから、ゆっくりやっていきますよ。よいしょ。で、電気も大丈夫だから、アパートを復活したらまた電気がなくなるんでしょ。じゃ、風力発電をちょっと復活させて。いやー、ちょっとずつね、こうやって復活させている感じが楽しいですね。コミュニティと知識が足りない。知識、コミュニティは一応上がってるから大丈夫だね。知識なかなか上がんないな。知識を上げるのは図書館でしょ。学校、若者が足りない。コミュニティを使う。2のコミュニティを使うか。まあいいか、図書館復活させよう。作ろう。これでいいかな。コミュニティは減っちゃってはないね。 OKOK。 ではアパートを復活。 OK、 これでいいでしょう。おい、この匂いがわかるか。水の匂いなんだが、何かが混ざってる。あー、それは雑排水だよ、パーカー。生活で使われた水は汚れた状態で出されるんだ。少量であればそこまで害はないけど、長い間をかけて大量の排水が溜め込まれてしまった。モルイファームは雑排水をきれいな水に戻してくれます。モスイファームを作って雑排水を減らして、汚れた水イベントを終わらせましょう。雑排水量を90以下にしてください。モルイファームね。モルイファーム、これか。うん、モルイファームを作ります。どこに作ろうかな。はい、ここはダメか。ここは建てられないのか。ここは建てられるけど、アクセスがない。あ、ここいいね。はい、並べておこう。よし、これで、
減らしていく排水を。ノルイファームは排水とガスを使うんだね。うん、これ放置でいいですね、とりあえず。うん、90以下にしましょうって。うん、大丈夫大丈夫、飛ばしていこう。よしよしよし、ちょっと時間がちょうどいいので一旦ここで切りましょうか。よし、少しずつ回復させていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。